皆さんボノイジーどうも小栗旬です。いやー今シーズンも終わって、いやーお前のんびりしてんじゃねえのと、なわけあるかい。あのこう見えてね、ちゃんとね、あのこのオフでもちゃんと、まあ基本的に本業はやっております。パワハラを受けながら、はい、あのボーナスなしって言われた瞬間ね、もう俺ここ本当やめてやろうかと思いましたけどね、はい、まあ全てじっと見てみたいと思います。はい、パワハラ受けてんの通報してやろうか。どうぞお願いします。ぜひよろしくお願いします。ってなわけで、さあ今回の動画なんですけども、2024年に向けてってことで新オープニング撮影の裏側ってことでね、やっていきたいと思います。はい、まあ本当オープニングはね年に1回あの変えるようには心がけてるんですけども、まあそんなねオープニングコロコロ変えても仕方がないんで、ただそう翔介チャンネルなんだかんだまあね、実際あのエンブレム、翔介エンブレムってあるんですけど、まあ翔介チャンネルだと青赤基本のエンブレムなんですけど、でそれが来年変わるんですね。なんでそれも含めて、まあ、ちょっといろいろ作新しようじゃないかということで、はい、なんで来年はオープニング翔介チャンネルの方オープニングエンディング変わるんで、オープニングの撮影をこれからしに行きます。今久しぶりにねあのボールも蹴りたかったんで、まあ、ちょうどいいなって感じであるんですけど、はいね、まあてなわけで、まあ、まずしっかりね、まあ、ウォームアップしながらあの徐々に体を慣らしていこうかなと思います。では早速グラウンドへゴー。さあグラウンドに到着いたしました。さあここからね、まあ、撮影も含めて、まあ、2時間ばかし汗流したいと思います。いやけど本当にまあ寒いは寒いんだけど、しっかりダップして温まれば、まあ、問題はないかなっていうぐらいですね。はい、まあ、しっかりダップしてしっかり撮影して、まあいいオープニングを撮れればなと思います。ちなみにここね高速道路の、ね、高架の下だからね、ちょっと車の音がうるさいんだけどご了承ください。では走ってこい。
ちは約束した。冷たく震える君を強く優しく抱きしめた。雪のように溶け泣いて今もまだ愛してるよ。街明かり笑い声の中で真っ白なさ さあ、てなわけで、撮影が終わりました。まあだいたい1時間半ぐらい蹴って、その後ゆっくりストレッチしたりとか、まあグラウンド整備してたらもうこんな時間になりましたね。まあけどいいものは取れたと思います。ただ失ったものもあるけれど、はい、シュートが新しいスマホのホルダーにぶち当たり、スマホホルダーが無事壊れました。いやー、やっぱりね、みんなにね散々言われてんだよ。お前のシュートは殺人級だっつうね、うん、そう、もうね相当ねシュート力あんのよ。そう、ただ結構いろいろボール蹴ってる動画上げてると思うんだけど、うん、止めれんじゃんって思うかもしれないんだけど、結構ねあれ当たった瞬間のね致死率高いらしい、どうやら、うん、相当やばいらしくて、でそんなシュートを俺も多分高校ぐらいから打ってんのかな、うん、なんなら多分高校の時よりも足の筋力は上がってるから相当やばいんだろうなって思ったりはする。うん、まあ鍛えるってそういうことだよね。今の子供たちはいい勉強になるね。ってなわけで、まあこうやって、まあ、2024年の準備を着々と進めているわけでございまして、まあ本当、まあ、ノンストップでこのオフシーズンも駆け抜けていきたいなと。そして、気がついたら、シーズン開幕だったって感じでねやっていきたいなと思いますね。本当まあこの撮影している最中に悲しいニュースもあったけど、で俺は一生千葉雄介を忘れない、俺は千葉さんのこと一生忘れないんで、あと千葉さんにね、やっぱり直に優勝っていうのを届けることができないのはすごい、うん、悔しいっていうか残念なんですけど、まあけどね、まあ千葉さんもう多分向こうで見ててくれるかな。来シーズンこそタイトル取って、千葉さんとか、もちろん千葉さんだけじゃなく FC 東京を応援して優勝を見れなかった人っていっぱいいると思うんだ。うん、だからそういう人たちのためにもやっぱり今
ゴールデンで跳ねてる俺たちが、声出してる俺たちが、来年こそ優勝っていう目標を達成できるようにチームと一丸になって、今シーズン本当チーム、俺たちもチームもバラバラだったんで、まあ、それはクラブが悪いんだけど、ただ、俺たちは俺たちやるべきことあると思うんで、しっかりとチームを応援してタイトル取れるように頑張って応援していきたいなと思います。というわけで、最後私翔介、この下に、SNS をあると思います。全部僕のチャンネルの概要欄に、リンク貼ってありますんで、そちらの方からぜひ、フォローの方よろしくお願いします。そして最後に、殺人シュートを受けてみたいと思った方は高評価、そしてチャンネル登録とコメントお待ちしておりますので、皆さんよろしくお願いします。それでは、皆さんまたお会いしましょう。翔介でした。頭アイス。